群馬県第5の人口規模を誇る紀留市そんな紀留市ですが先日人口が10万人割れとなったことが明らかになりました群馬県内そのものも人口が減る中他の県内主要都市と比較してどのような傾向となっているのかまた同じく先日発表された消滅可能性自治体とはどのような関連があるのでしょうか詳しく見ていきます 今回詳しく見ていきますす。群馬県市 JR 駅北口前の様子ですこちらは群馬県が調査をしています群馬県統計情報提供システム群馬県移動人口調査より2009年から2024年5月の最新の桐生市の人口推移を示したものです。 各年10月1日現在で2024年に関しましては5月1日現在の人口となっています。約16年分ほどありますがこうしてグラフでご覧いただいていますが緩やかに減少しているといったことがわかります。さらにこちらグラフだけでなく実数を見ていきたいと思います。 右側2009年からありましてこの時は人口12万2330人そして翌年の2010年が12万1720人と1年ごとに示しているわけですが直近のですね2022年はですね10万2746人2023年には10万1015人そして2024年こちらは5月1日現在ですが。 九万九千八百五十一人と十万人割れということになっています。さらに、今回は黄色で示しています。人口の増減数と、その下の緑色で示しています。人口増減率も出ていますので、こちらも見ていきますと。二千十年はマイナス六百十人。増減率でいうと、マイナス零点五ゼロパーセントということになっていきますが、翌年以降は。 えー、1390人減少、えー、ずっと見ていきますとほとんどですね4桁のマイナス、えー、率で見ましても1%台、えー、1%前半を主に推移していますがこのですね下側の2017年以降になってきますと1%台後半の減少率ということが、えー、続いているというような傾向にあります。 実数で見ましても2021年にはマイナス2002人とこの中ではですね最も多いいい減少数ととうことになっていますではここまで桐生市の人口の推移を見てみましたがグラフで見ますと緩やかに減少しているようえ数字で見ていきますとえ率ではですね約1%台前半から1%台後半の減少率ということになっていますが。 このような傾向はですね他の群馬県内の市町村町と比べてはどうなっているのかというのを今回ですね群馬県内の8都市をピックアップして比較して見ていきたいと思います。えまずですね県庁所在地の前橋市そして最大都市の高崎市そして今回ですねえ取り上げています桐生市の他にもまあ、東毛地区ということで大田市えさらにえ群馬県北部まあ、北毛エリアと いうところでかみ町ですとかこの他にも渋川市そして群馬県のですね都市部に隣接しています吉岡町や玉村町も加えました県内8都市の人口推移ということで2009年からスタートはしていますがおおむね5年おきでですねこちらも10月1日現在2024年は5月1日こちらが現在の最新の 人口の値ということでそういった形で見ていきたいと思いますまず2009年ですね高崎市36万9088人前橋市が33万8793人桐生市が12万2330人太田市が21万4612人渋川市が8万5056人水上町が2万1588人 吉岡町が1万9218人玉村町が3万7800人となっていますそして2015年2020年と、えー、見ていきますと増加しているのが、まあ、高崎市であったり、えー、さらにですね太田市であったり、えー、この他には吉岡町などとなっています前橋ですとか桐生、えー、そして渋川ですねあと湊 えー、さらに玉村では減少ということになっています。そして最新の2024年5月の値を見ていきますと、高崎市が36万7376人、前橋市が32万6586人、桐生市が9万9851人、太田市が22万197人、渋川市が7万153人。 町が1万人、吉岡町が22,575人玉村町が35,359人となっています。そしてこの人口2009年一番左側と一番右側2024年のですね差を取ったものが今黄色と緑で示しています人口増減数と人口増減率となっています。 えこうして見ていきますと増加している自治体この8都市の中では太田市そして吉岡町ということになっていますまあ率で見ていきますとえまあマイナスでもですね高崎市最大都市でありますがマイナス0.46パーセントと人口のですね減少率というのは非常に小さなものでして えー、さらにですね前橋市ではマイナス3.60%桐生市ではマイナス18.38%渋川市マイナス16.46%みなかみ町マイナス25.95%、えー、吉岡町ではですねプラスの17.47%ということになっていまして玉村町はマイナス6.46%となっています。このパーセントで見ますと 太田市はですね、3.02%吉岡町がその約ですね、えー、6倍近く17.47%となっています実数ではですね、太田市のほうがおよそ2倍ということになっていましてこの下昇率で,ですね、特にこちらがですね、えー、渋川市、また桐生市みなかみ町で特に大きなものということになっています。 またですね、えー、大都市群馬県のですね都市部に隣接しています吉岡町ではプラスとなる一方で玉村町ではですねおよそ前橋市のま2倍近くのですね減少率ということになっていますこういったところも意外と分かれている、えー、特徴があるということですでは今日2つ目のテーマでもあります 群馬県内の消滅可能性自治体との関連はということでこちら自治体の人口特性別の9分類ということで9つに分類したものなんですが何やらですね少し細かいものがありまして封鎖人口ですとか移動過程とかですねいろいろ言葉が出てきていますのでそういった言葉についてもまず入っていく前に見ていきたいと思います。左上にありまましたまず封鎖人口と,はと いうことでこちらは別府市の統計用語解説というページにありましたがそれによりますと封鎖人口とは特定の地域において他地域との人口移動がなくその地域の人口は出生数と死亡数によって変動するものと仮定した場合の人口をいうということなんですが実際にこういったことはですね、えー、まあありえなくて。 えー、流入流出数が無視できるほど小さい場合は封鎖人人口口とととなして人口推計するることができると、えー、されていますまたですねこの「封鎖人口」の言葉の意味というのはこの消滅可能性自治体の、えー、今回発表しました人口戦略会議でもですね触れられていましてこちらの説明によりますとすごくシンプルで各自治体において人口移動がなく出生と 死亡だけの要因で人口が変化すするとといいうことになっていますではいろんな言葉が出てきましたがなぜですねこの今述べた2つ封鎖人口と移動家庭が必要かということはですねこの、えー、人口戦略会議の資料によりますと若年女性の人口動向に影響を与えている要因が構造的に分かりですね地域特性に応じた人口減少対策の重要性が明らかになると いう意味でのですねこの2つがですね重要となってくるそうですでは具体的にはどのようなことが言えるようになるのかと言いますとこちらも資料に掲載されていたことにはなるのですが封鎖人口において若年女性が急減する地域というのは出生率の向上という自然源の対策が重要な課題になると言いますまたですねこれは別のあれですが封鎖人口では 人口減少は緩やかでありますが、えー、移動過程の分析では人口が急減する地域というのは人口流出の是正といった社会源の対策が重要ににななるるると、と、まあ、ここううういったわかるようになるそうで,すではこれを踏まえまして先ほどの、えー、人口特性別の9つの分類というのを見ていきますと減少率というのが先ほどお話しした2つの、えー、封鎖人口移動過程というものになるんですがこちらはですね えー、減少率というのは若年女性人口つままり歳歳から39歳の減少率を指しています、えー、この減少率が20%未満ですとか2050%未満50%以上と、えー、2つのですね、えー、カテゴライズがされていましてそれぞれ、えー、その自治体によってですねどの位置というのが出てくると思いますのでそれがですねこの9つに分けられるということです。 で、おそらくですねこのニュースというのは少し前にありましたのでこの消滅可能性自治体とニュースですねもしかしたら皆さんご覧になったかもしれないんですが今示していますこの B1B2 自然減対策が極めて必要自然減対策が極めて必要プラス社会現対策が必要この当てはまる自治体というのがいわゆるブラックホール型自治体ということで例えばですね東京 特別区東京23区のですね自治体など大都市がですねこういった自治体に入るそうで25の自治体があるそうですそして続いてこの減少率が50%以上この移動過程の話ですが C1C2C3 こちらのですね3つに当てはまる自治体というのが消滅可能性自治体ということでこちらが744の自治体と。 いうことになっています群馬県内の自治体でもこちらに入る自治体もあるということですそしてこの今囲われています黄色の部分ですね赤で囲われている黄色の部分 D1 D2 D3 こちらがその他の自治体ということでこちらが895の自治体ということになりますそしてこれ以外のですね今赤く囲われています A の部分 自立持続可能性自治体というですねこちら最も影響がこの中では少ないという部分になるんですがこちらがですね全国ででも65の自治体しかないといととうことです、えー、今回のですね対象の自治体数というのが1729ということで今右側にも示していますが先ほどのこの ABCD と言いましたが。 えー、A が 65B が 25C が744そして D が最も多い895になるということなんですがこれをですね群馬県内の自治体で、えー、どのようになっているのかというのを見ていきますとご覧の通りとなっているんですが先ほどのですね、えー、前橋高崎桐生太田渋川水上、吉岡玉村のですね8つの自治体なんですが。 えこうして見ていきますと前橋高崎太田が D の3自然減対策そして社会減対策が必要ということになっていまして桐生渋川水上、玉村がですね C の2ということで自然減対策が必要、えー、さらに社会減対策が極めて必要というですね分類になっています。そして吉岡町では A の 自自立持続可能性自治体とといいうことになっていますただですねこの2014年前回調査なんですがこちらと比較していきますと右側の一番右にですね示しています若年女性人口の減少率が10%ポイントですねどうなったかというと吉岡町を除く全ての市と町で えこの若年女性人口減少率が10%ポイント未満ではありますが改善ということになっています逆にこの若年女性人口減少率が10%ポイントえ以上のですね悪化となっているのがこの唯一この8つの自治体の中では吉岡町ということになっています先ほどの群馬県内8都市の人口推移と合わせて見てみましてもえこのですね 特に人口の増減率減少の率がですね、高い町というのが、えー、この中ではですね、桐生であったり渋川そしてみなといったところなんですがこれをですね、正直プラスに持っていくというのはなかなかこれは、えー、これはですね、まあ、15年16年ほどの差ということなんですがこれをですね、プラスに持っていくというのはですね、ここまで大きいとなかなか難しく。 感じますただですねこの減少率をですね徐々に小さくしていくというですね、えー、そういった方向に舵を切るのが、えー、現実的なななプランなのかなといいう,うにも思いますまたですねこの人口減少を、まあ、なるべくですね、えー、増やすといった努力も、えー、必要ですが、まあ、なるべく緩やかに横ばいを丸るく維持していくと目指すといった方向に、まあ、シフトしていくのがですね より本当に現実的なことななのかなと思いましたえというのもですねこれ,からこれからもっと先ですね2050年とか2060年とかですねそういった、まあえー、今回15年16年単位で見ていきましたがこれ、まあ、20年記憶ですね20年ペースで見ていきますと、まあ、東京23区とかもですね東京都も、えー、人口減少に入るのはですね、えー、いつかは来るということです。 えー、こういったですね群馬県内のこの町というのもですね、えーまあ、面積というのも話もあるんですがすべ、まあ、てのですね市全体で人口を増やすということはですねこ,これかなり、えー、厳しいのかなと思います。まあ、具体的に言いますと、まあ、例えばですね公共交通の利便性などがいい、まあ、ごく一部のエリアで、えーまあ、人口横ばいですとか、まあ、人口増加をですね図るといったことはこれは当然もちろん可能だと思います。 また、あ、ですねこういった政策ですとかどのような場所にですねこれから自治体の予算というのも配分もですね厳しい予算資金ぶりということになってくるのはまあ確実でしょうからどの部分にですね予算を使うかこういったことが非常に自治体のですね今後の非常に影響してくることだと思います。ということで今回は先日人口が10万人割れとなった群馬県第5の都市桐生市。 え群馬県内そのものも人口が減る中他の県内主要都市と比較してどのような傾向となっているのかまた先日同じく発表されました消滅可能性自治体とはどのような関連があるのかを詳しく見てきました最後までご覧いただきましてありがとうございますこの動画が少しでも良かったら高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします好評でしたら今後ともこのような動画を継続していきたいと思っています